しかもこのボトル1本 500cc を15分かけて全て使い切るまで念入りに格子に塗りつけるのだ。いいか、脇を締め、やや内角をえぐり込むように、塗るべし、塗るべし、塗るべし。よし、やってみろ。ラジャー塗るべし、塗るべし、塗るべし。ちょっと目がね、そうだ、いい表情。おめえにはこのことの意味がわかるか。難しいことはわかんねえよ、おっさん。この潤滑剤で滑りが良くなれば、担当に与えるダメージが少なくなる。それはすなわち、三尺熱や子宮炎の減少につながる。繁殖も良くなり、代謝病も減り、ひいては生産も上がるっていう寸法よ。なるほど。ぬるべし。ぬるべし。専用の潤滑剤がないときは、サラダオイルや特殊浴場のお姉さんが使うやつでも良い。あ、それアドリブや。よし、いいだろう。次は明日のためにその2。右ストレートだ。左ジャブで隙ができたら、目標を相手のやや後方に置き、右手に全体重を乗せ、ぶち抜くように塗るべし。やや後方って、これの向こうかい？これはとてもきつくて手がなかなか入らねえぜ。うん、こんな時に陣痛が来た。いてて。入るんじゃ、ジョー。この骨盤と格子に挟まれたお主の腕の分だけ、賛同が徐々に開くのじゃ。これが明日のためにその2の真の目的じゃ。いてて、おっさん、牛が座り込みそうだぜ。座った方が腹圧がかかるから賛同は開きやすい。牛が座るに任せるのじゃ。なるほど。ところで、落ち着いてよく触ってみると、ここに輪っかができてるぜ。よく気づいたな、ジョーよ。この賛同潤滑剤を15分かけて塗りつけるという行為には、1、滑りを良くし、2、賛同を開かせるという植物的な目的の他に、もう一つ隠れた目的があるのである。隠れた目的？そう、それは介助者の焦る気持ちを落ち着かせるということじゃ。NDK 的であろう。なるほど。俺が焦っていたせいで、この輪っかに気づかず、悪戦苦闘していたということかい。これは何なんだ？軽い捻転を起こしておるようじゃの。最高。